相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。金山章。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。道島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと道島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。年轻人常有的抱怨长辈的那种情况。またおめえに先越されちまったか。なあ、錦、お前、妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっともう酔ってるの。私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。哦，这是开头动画的那一个戒指。嗯，它是戴在右手的无名指。ごめんね、気持ちだけ。数个月前。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが。日本黑道的上下关系看起来好像很复杂。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか。そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君はもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。
お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。还是到现场，然后随便挑一个看起来很顺眼的就好了。ダメだ。我的话啦。女の好みなんてさっぱりわからねえ。我也不懂。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって。フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。好、所以我现在要去买戒指吗？可现在的时间线应该是前几天发生的事吧？昭和大街的这应该是法文吧，我不会念，去看看好了。设法弄到戒指。哦，有耶，它很亲切的有标示地图在哪。诶，蓝色的地方是表示那个地方可以进去吗？哦，这样子就可以显示地图了。这女的刚被我撞到，用一个很可怕的姿势，然后往回看呢。我再撞一次。你看，有点像鬼片。封堂会馆 ，Kudosuke， 日焼けサロン。所以是可以日晒的意思。欸，怎么进去？可以进去吗？风间组事务所，欸，不能进去了。你看这个人在干嘛？这个人在干嘛？在吐吗？你还好吧？欸，你还好吗？可以讲话吗？啊，对不起啊，吐到一半撞到你。哇，好赞哦！天哪，这个街景我太喜欢了。欸，这不是最近很红的电影吗？鲍勃与都公。哦，原来就是跟你兑换。我看一下可以换些什么。哇，无限冲刺，这个感觉好像很需要。持有金钱120,000，我现在居然有120,000块。刚拿的1亿元不算就是了。天哪，天哪，我真的好喜欢这里的街景，好美啊，感觉好像我真的到日本一样。哦，天哪，好，可以一间一间慢慢逛街吗？很抱歉哈，让你们陪我这样子慢慢的看这些日本的店。山形荞麦寿司，哇，还有那种卡拉 OK 的音乐，欸，这超棒的啊。欸，这里有点像西门町的。等一下，我应该没走错路吧？对，
天哪！哦，抱歉，抱歉。Kuma no Mori，跟大家说啊，其实我是那种会开 Google 街景去逛日本街道的人。肉松，这是肉松吧？我改名叫 Popo。哎呀，我好想吃肉松的肉包。抱歉，抱歉，抱歉。天呐，天呐！哦，玩一玩就想去日本了，怎么办？现在没必要去这里。哎，我走过头了吗？哎，真的。哦，就这一间，就这一间。看起来，名牌店。哎，怎么进去啊？哇，看起来就好像什么都很贵，就不能找他讲话。除了店员以外，没有人可以讲话，好吧？いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その、なんか女物の指輪で。フランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。話术、話术、これをくれ。什么都最后一个。贈り物でよろしかったでしょうか。その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。はい、受けたまわりました。我才12万元就这样没了。ありがとうございました。10万元的戒指好贵啊，稀有物品，其他不算是我持有的。哇，12万元买戒指，好心痛啊。哦，抱歉。抱歉，我不想撞你们，可是你们都挤在一起啊。你知道走外面也不行，地下，因为我下不去。哎，怎么了？可怜的男人，等下你戒指一定是被偷了。天哪，夺回戒指！可是我要去找谁？もしかしてあなたもすられたんですか？你也被偷东西了。ひょっとしてあんた。ええ、私もすられてしまいました。受害男子。隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが。それっきりで。追上去啊。なるほどな。だがどこに隠れていようが、絶対に探し出して取り返してやるぜ。
もしも見つけたら私の仇も取ってください。后巷在哪？天哪，你地图有显示吗？天下一番大街在这里吗？大街的后巷，后巷，哦，这里，就往前走，左转。前面这里，抱歉，来了。奇怪的男人，谁？奇怪的男人在哪？有看到吗？冲进那边巷子里，哪边巷子？这里哪里有巷子？这里吗？不是啊，进不去。进吗？巷子是指这里吗？你们刚才有看到一个长得像扒手的人吗？诶？诶，这里是大街了，那巷子哪里啊？哦，这里啊，这里啊，这里。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。他跑走的样子好好笑。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。好厉害的扒手。欸，这位公关，你有看到人吗？没有。巷子。天哪，我又要3D 晕了。然后没有提示。可恶！请问，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 不给问。应该有看到一位，也不给问。与人攀谈50次，没事。哎，哎，哦，这里，这里，这里。超商的转角。那就是这里了。Hello。喂，ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。哎，你就这样又让他走了。そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ一子相伝の暗殺権を受け継いだ暗殺を倒してからにしろ。这个是北斗神拳才有的台词吧。
流氓风格、快攻手风格、火爆浪子风格。我就来一个火爆浪子风格吧。我还没切换风格，他就被脚踏车砸死了。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それが、もう手元にないんです。你也卖太快了吧？何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その。言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。太快了吧！なんだと。当たってればいいんですがね。結果がわかるのはもっと先のことで。はあ。好像真的会有这种人呢。